藤岡由かは日本の経営者、政治学者、歴史学者、神戸女学院中高部を経て、神戸女学院大学を卒業後、関西テレビ放送に入社、同局のアナウンサーを務めた後、フルブライト小学生としてハーバード大学院へ入学、ハーバード大学、ケネディ行政大学院を卒業、修士号を取得後、フリーランスに転身、朝日ニュースターなどで、 キャスターや同時通訳者を務めた。ジョージ・ワシントン大学大学院にて修士号を、神戸大学大学院法学研究科にて、博士後期課程単位を取得。専門は、国際政治、日本政治外交史、日経移民士、英語教育、関西学院大学国際学部と神戸、女学院大学文学部英文学科にて講師を、務める。 インターナショナルポリティカルエコノミーナンバー24ピアニッシモ59から70 2009イン木村雅人トッシュミノハラチューマルチュアスリケードエンパイアーソサイティアンドディプロマシーイン 1930S ジャパンユニバーシティーオブトロントプレス2013ありがとうございます